皆さん、こんにちは。今回は、1983年にコナミから発売された、結局南極大冒険、をプレイするよ。おいおい、画面には1984年と書いてあるぞ。そうなんだけど、ネットの情報ではコナミさんが公式に1983年であったとしているらしいよ。昔のゲームは発売日の告知とかも大雑把だったりしたみたいだからね。それでは、早速やってみよう。このゲームはタイトルを見てもらえばわかる通り、南極を冒険するゲームだよ。いやいや、わからんだろ。何が結局、なんだよ。インパクトがあって覚えやすいタイトルだよね。使うボタンは十字キーとジャンプのみの簡単操作。上にあるスピードを上げ下げするのか。レースゲームみたいだな。そうだね。その左にある制限時間内に、残り距離を走り切るとステージクリアだよ。こういう風に、穴などに引っかかると、おっとっと、状態になってスピードがゼロになってしまうんだ。って、おいおい、よく見たら残り時間が1分で、あと1000キロも走らないといけないのかよ。単純計算でも時速6万キロで走っているのか？あ、言い忘れていたけどペンギンくんはスケートを履いているので大丈夫ですよ。そういう問題じゃねえだろ。書いてあることが無茶苦茶だな。ちなみに今プレイしているのはセガサターン版で、コナミの MSX ソフトが30本も入っているよ。大量に入っているせいで各ゲームの説明が少なすぎてわからないんだけどね。ゲームアーカイブスで配信中のプレステ版なら、10本ずつで分割されている分説明が丁寧なんだ。得点量が載っているあたり、本来はアクションゲームなんだね。速さを極めても得点に繋がるわけだな。アザラシはジャンプでは避けられないから、左右に動かないといけないんだよね。モグラみたいな顔しやがって、走行しているうちにゴールだよ。USA。ゴールは南極にある各国の基地なんだってさ。実はこのゲーム、MSX で発売されたコナミの教育シリーズ第一作目なんだ。南極大陸を冒険しながら各国の基地を回ることで、遊びながら地理のお勉強もしちゃおうってわけ。いやいやいや、地理って言っても、国名と国旗が出てきただけですやん。学校の地理の授業でも国旗は覚えさせられたでしょ。それはそうだが。地理の勉強っていうなら、世界一周とかすればいいんじゃないか。ただのペンギンが世界一周なんてできるわけないでしょ。常識で考えてくださいよ。ただのペンギンじゃなく、時速6万キロで走れるペンギンならできそうだけどな。ごちゃごちゃうるさいんだよ。教育ソフトならママも買ってあげようかって気になるでしょうが、そういう大人の事情もあったわけか。確かに、わけのわからないグロテスクな生物が書かれた暴力的なゲームよりは、可愛いペンギンが書かれた教育ソフトの方が、親としては安心だな。そういうこと。このゲームは誰も死なないんだよね。ゲームオーバーの条件は、残り時間がゼロになることだけ。誰も死なない優しい世界なんだよ。その割にはさっきから悪意を持ったアザラシが邪魔してきてるけどな。アザラシは本当にいいタイミングで出てくるんだよね。カーブだとレースゲームみたいに外側に膨らんじゃうから、そこにアザラシが出てきて避けられない。っていう状況がよくあるんだ。絶妙な配置になってるんだな。ついつい旗や魚を取ろうとして、アザラシにぶつかっちゃったり穴に落ちたりね。走行しているうちに、ステージにも終わりですよ。サウスポール。日本語に訳すと、南極。って意味みたいだね。おいおいおい、なんだよ、この荒ぶる鷹のポーズ、みたいなのは。って、そんなことはどうでもよくて。各国の国旗はどうなったんだ。なんかペンギンの国旗になってたけど、ステージ3は夕焼けが綺麗だね。国旗の勉強はどうしたんだよ。まだアメリカの国旗しか出てきてないぞ。そんなに一気には覚えられないでしょ。まずはアメリカの国旗だけ覚えましょうよ。勉強っていうのはね、何でも詰め込めばいいってもんじゃないんですよ。それは、まあそうだが、1970年代までの日本の教育は、詰め込み教育といって何でも暗記すればいい。大量に覚えておいて試験が終わったら忘れてもいいんだ。そういう状況だったわけ。でも、それじゃまずい、とみんな気づいてきたわけですよ。1ステージ目終えてアメリカの国旗を覚えたら、2ステージ目はちょっと休憩。そうやって、少しずつ国旗を覚えて地理を好きになりましょうや。そんなコナミさんの粋な教育方針、私はいいと思いますよ。なるほどな。確かに、
国旗を覚えようというなら小学生以下の年齢層が対象だろうし、このぐらいのペースがいいのかもな。で、またアメリカかい。まずはアメリカの国旗を覚えましょうよ。もう覚えただろ。というか、毎回ステージ1をやってたら嫌でも覚えるわ。詰め込み教育は良くないですよ。ゆとり教育も良くないだろ。まあ、あくまでもゲームだからね。楽しもうよ。教育ソフトっていう名目はどうしたんだよ。実は、教育シリーズは後から再販されたみたいなんだけど、その際には、教育シリーズというのはなかったことにされたみたいだね。あ、やっぱり無理があると思ったのか。さっきは偉そうに、試験が終わったら忘れてもいい、なんて教育は良くないとか言ってたが、教育ソフトとして売りまくった後に、やっぱ普通のソフトとして売ります。っていうのもどうかと、私は思うがねー。まあ、いいじゃないですか。動機はどうであれ、買ったソフトが面白かったら OK。そういうもんでしょ。実際、このゲームはよくできてるよ。キャラクターも可愛いし、アザラシは腹の立つ顔してるけどな。操作性が良くて、加速や減速のレスポンスも申し分ないから、レースゲームが苦手な私でも楽しめちゃってるよ。その上で、各国の国名や国旗まで覚えられちゃう。もう、いいことずくめ。コナミさんには感謝しかないですよ。確かに、遊んだおまけとして勉強もできるなら悪くはないかもしれないな。って、またアメリカかい。何が、各国、だよ。マジで一個しか国旗出てないだろ。まあ、大国ほど基地をたくさん持っているということなんじゃないでしょうか。むしろ、実在の基地を忠実に再現しているってことでいいんじゃないの。軽く調べた感じだと、南極条約が締結される以前に主張していた領土はその国の領土のままだから、アメリカの領土が多いってことなんだろうね。なるほどな、ね、勉強になったでしょ。これが教育シリーズたるゆえんなんですよ。地理の勉強には全くなってないけどな。それにしても、思ったよりこのゲームって簡単だったんだね。大昔にファミコン版しかやったことがなかったんだけど、その時の印象としては、やたら難しいゲームだということと、タイトルが面白いなってことぐらいかな。友達の家でちょっとやったことがあるってだけなんだけどね。結構持ってる人がいたから、かなり売れたんだろうな。いい、ある。カンフーとともに、コナミのファミコン参入ソフト第一弾として発売されたそうで、一度はプレイしたことがあるという方も多いんじゃないでしょうか。いい、ある。カンフーも懐かしいな。MSX 版がこのコレクションに入っているので、機会があったらちゃんとプレイしたいですね。某男が強かった印象しか残ってないわ。あっという間にステージ5も終わりですよ。アルゼンチンかな？ようやく新しい国が来たか。本来の読み方は、アルヘンティーナ、みたいだね。いよいよ教育ソフトっぽくなってきたな。ちょっと遅すぎたが、さっきのいい、ある、カンフーの話に戻るんだけど、MSX には続編があるんだ。そうなのか、ファミコン版しか知らなかったぜ。有名シリーズの続編で、MSX にはあってファミコンにはないっていうのが結構あるみたい。そして、結局南極大冒険もそのパターンなんだ。このゲームの続編が、夢大陸アドベンチャーっていうゲームなんだけど、それをやるために、最初の作品であるこっちを今やってるんだよね。あ、イギリスだ。このステージは短かったね。ここら辺で、私なりにこのゲームのコツをまとめてみましょうか。レースゲームをやるときって常にアクセル全開にしがちなんだけど、このゲームってカーブが少ないから、明確な減速ポイントがないんだよね。だから、常にスピード全開で行こうとしてしまう。でもカーブがない分、クレバスとかアザラシが邪魔をしてくるので、何が何でも最高速で行かないと、って焦らない方がいいと思います。制限時間は結構余裕があるのでね。最高速でおっとっと。からの復帰後最高速、再びおっとっと、みたいなループで時間を浪費することが結構あるな。慣れないうちはそうなりがちだよね。一般的なレースゲームと違って、ギリギリを攻める必要はないのでじっくり行きましょう。それと、得点アイテムには固執しない方がいいです。点数でワンナップするわけでもなければ、アイテムによって制限時間が延長なんていうこともないので、普通に一周クリアするのを目指すのであれば、一切取らないでも問題はないです。そうは言っても、
ゲームをやるからには得点はスルーできないでしょうが、そこがうまくできてるんだよね。意味はないのに、ついつい取りに行ってしまう。当然アイテムがあるところは危険なルートになっていたりするので、直後に穴が待っていたりね。スコアアタックは面白そうだけど、安全重視で行くなら無視しましょう。あと、氷結やクレバスに引っかかっておっとっと状態になるとロスが痛いので、それならいっそのこと、思いっきり減速してしっかり避けた方がいいですね。幸いなことにこのゲームは、一気に加速、減速ができるので機体制御はしやすいですよ。機体じゃなくて、ペンギンな。こういう風に連続でハマるともったいないんだよねー。ジャンプ中でも減速はできるので、2連続クレバスを一気に飛び越えられなそうな時は、1つ飛び越えてる最中に減速して着地、その後ジャンプで2つ目を飛び越えるとか、とにかく無理をしないことです。穴の配置がいやらしいな。日本来たー。ここが昭和基地なのかもしれないね。さあ、早くも残り3ステージになりました。7ステージ中、出てきた国旗は4カ国分か。そう考えると悪くないな。それにしても BGM が癒されるね。そういえば、ずっと同じ曲が流れ続けてるな。スケーターズ、ワルツ、という曲のアレンジだそうだよ。ずっと聴いてても飽きない曲だね。ペンギンがスケートを履いているって設定だからこの曲にしたのか。そうかもしれないし、このワルツは日本人に特に人気という情報もあるみたいだね。ピアノの練習曲とかでもよく使われているみたい。コナミのクラシック曲のアレンジはいい曲が多いよ。このゲームの後に MSX で発売されるパロディウスから始まるシリーズでも数多くのクラシック曲のアレンジが使用されているね。このサターン版のコレクションにはパロディウスも収録されているんだけど、 PS 版の場合はボル3に収録されている10本の中にパロディウスが入っていて、そのボル3だけアーカイブスが販売されていないんだよね。パロディウスシリーズは曲の版権問題で移植されなかったりするもんな。今度はオーストラリアか。国旗の色がなんか違うような気もするが。残り2ステージ。さっき話したパロディウスもそうなんだけど、このペンギンはいろんな作品に出てるようだね。そういえば空飛んで弾撃ってたな。最初はペンギンというそのままの名前だったんだけど、後の作品ではペンタと名付けられたとか、マリオも最初は違う名前だったらしいしな。ある意味コナミ版マリオと言ってもいいぐらいに末永く愛されたキャラクターみたいだね。死んだみたいに言うなよ。まだ出続けてるだろ。息子のペンタロウとかもね。個人的に意外だったのは、ワイワイワールドのペンギンもそうだったってこと。当時は何気なく遊んでたけど、そういえばペンギンがいたなぁと、懐かしいゲームをやりながらペンギンを探すのも楽しいかもしれないね。面倒くさいからそんなもんウィキペディアで調べろよ。さあ、今回の国旗は何でしょうか。またオーストラリアか。でも、久しぶりの重複だから許せるな。実際にプレイしている最中は何回同じのが出たとか気にしてられないけどね。いよいよラストステージ。長かった大冒険ももうすぐ終わりかと思うと感慨深いね。ずっと同じ景色でアザラシと魚しかいなかったけど、いろんなことが思い出されるな。
夢大陸アドベンチャーがやりたくて、仕方なく始めた感じのこのゲームだけど、いざやり出すと普通にハマってしまったよ。名作と言われてるだけあるなぁといったところ。昔の面白いゲームはいつやっても面白かったりするしな。MSX にはコナミの名作がいっぱいあるという話は有名だけど、本体を持っていなかった身としては、今更ではあるけど色々プレイしてみたくはなるね。とりあえずこのコレクションだけでも、残り29本もあるからね。大変だけど、少しずつやっていこうかなと思います。とりあえず夢大陸だけでもクリアしろよ。それでは無限ループのゲームではありますが、10ステージで1周の区切りがつくので、最後の国旗を見て終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。そろそろ来るぞ。最後はフランスでした。と、バイバイ。